皆さんこんにちは、かおりです。今ですね、私は SS2 にあるパサマランに来ています。パパ、はい、今日はね、ちょっと YouTuber っぽいことをねしてみたいなと思って。これ、薬林ギットを使うまで帰れませんってことで、あのパサマランでね、この薬林ギットを使いたいと思います。でね、ルールが一つ、食べ物と飲み物だけ。あ、本当？食べ物と飲み物だけでこの薬林ギットを使い切ろうと思うんだけど、どう？なんか難しいみたい。本当？多分いっぱい買おう。本当？大丈夫、これ持ってきたからじゃあ行こう。じゃあ行こう。このね、パサマランは5時から一応スタートで、今ね、私たち5時半に到着しました。もういろんなお店が出始めてて、私たちが今ね見始めているところではフルーツとか、あとはシューマイとかも売っています。美味しそう。生魚とかこう生鮮食品も売ってますね。食べ歩きだけじゃなくって、こういうところであの食材を買っていく方もすごく多いですね。何かあった？ああ、これか。これ？6個で10リンギット？このフルーツをあげたのがこれ？可以少一点呢、啊？啊？可以五粒吗？三粒六块。三粒六块。6粒10块，3粒6块。十块多少粒？6粒。三個で6リンギットだそうです。ちなみに6個で10リンギット。ちょっと高い。あ、ここにはドリアンも売ってました。ドリアン買っちゃうとね、多分すぐ100リンギットいっちゃうんじゃないかな。暑いからさ、飲み物も欲しいね。この撮影のねために私お昼ご飯もかなり少なくしてきました食べ物系だけじゃなくてね、こういう風に、なんだろう、おもちゃとかね、洋服とかも売ってます。おもちゃ見つけちゃった。すごい。だから小さい子供が一緒に来ても全然飽きないですね。でもね、離れられなくなるんだよね。翔太君はこれが欲しいの？これは1個5リンギットでも食べ物じゃないから、これはね今回の企画にはカウントしません。まあもし買ったら、これはパパのポケットマネーから払ってください。はい、何色が欲しい？はい、緑を選びました。はい、黒の豆乳？はい、黒の豆乳。黒いの？黒の。おー、よし、じゃあこれを飲みましょう。うん、いいよ。これ？うん、そうそう。黒っていうより茶色だね。小さいボトルで 3.5 リンギット。美味しそう。そうだね。これは台湾の有名なチキン。チキンチョップ。チキンチ
とこれ。あとこれイカね。なんか日本のイカリングみたい。でもフライじゃなくてなんだろう、天ぷらみたいだね。お、これが10リンギットだ。辛くない。不要了。可以。あ、切ってくれるんだね。辛くないのと辛いのと選べるの？はい。梅だね。梅？ああ。那是草莓粉来的。不加盐。不加盐。不辣的。太补。哦。何？啊。美味しそうよ。あ、ピンクカラー珍しい。買ってみようか。ストロベリーシュー。ストロベリー？本当？どれ？これ？あれあれ。これ？これ？おお、すごい。え？いちご？何？ストロベリー。本チェリー、ごめん、チェリー、チェリー。名前、名前。キャロット、キャロット、人参？はい。綺麗なもの。6リンギットの色。6リンギット。焦げそう。6リンギット。これも台湾の餅？あ、台湾。おお。餅、黒いのと茶色のミックスで、これはね、6.5 リンギットです。これこの日はね、朝雨が降ったので夕方は結構いい天気で、今もう7時なんですけどね、すごい明るい、暑いぐらいです。ここでね、ポピアンを買います。あの、日本でいう、こう春巻きみたいな料理なんですけど、中に入ってるものはこう全然違くって、結構ね、味付けは甘辛い感じの味付けです。ああいう感じでパジャマをレイアウトしてるのが面白いですね。もう本当にね、道路のすぐ脇でね、開いてるんですよ。 PJ の中で一番大きい、あのパサマランナイトマーケットだそうです。フライドリアン、すごいね。やっぱりね、ドリアンは、え、すごい。あ、偽物これ。あ、このままさ、フライしたのかと思った。ドリアンはね、そのまま食べたいよね。よし、じゃあ行きましょう。このパサマランは10時まで？ 10 時過ぎでもやってるのかな？そう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 、私もね、今言おうと思ってた。ここがね、初めて、本当に初めて私とパパが出会ったところっていうのかな。そう、ここね。そうそう、懐かしい。ちなみに今日ね、ここに来たのはほんと数年ぶりで、最後に来たのはね、私たちのウェディングフォトを撮影した以来ですね。懐かしい。これはサトウキビのジュースです。4リンギット。4リンギット。
これが小さいの今頼みます。11リンギット。夜帰るま。あ、美味しそう。やっぱ屋台ではね、肉を食べたいですよね。これは豚肉だね。はい、タイのサンデー。ニコはなんていうの？ヤング。ヤング。ヤング。怖い。さあ。あとこれだけ？はい。本当？35。早いね。早い。約1000円かな、日本円で。じゃあ行きましょう。私たちのお目当てがありました。あれ、黒い豆腐です。うん、これ食べよう。黒い豆腐を買いました。あ、美味しそう。お、すごい、自動で回ってる。あ、すごい、熱い。今ね、臭い豆腐買った続きなんですけど、臭豆腐もあるので買ってみようかなと思います。这臭豆腐一点都不臭。おー、ほんと？もっと普通臭い？おー、じゃあ買ってみましょう。本当に匂いが全然しない。うん、これ飲みたい。タピオカ美味しそうね。黒糖だって。これすごいよ。ちょっと甘い。タピオカ、キュウリギット、いいよ。これが大きいカップで10リンギット。9リンギットか。いいよ。あ、一個簡単的跟已经差了。啊，这样子。啊，可以啊，换一个。残り1リンギと残り先生いっぱいし、じゃあ行きましょうか。これを使い切らないとダメだよ。うん、行こう。はい、じゃあ最後に買うのはこちら。これかな、オリジナル。こっちか。アポンバリのトウモロコシが入ってるアポンバリです。 1.6 リンギと。これで最後です。なんだろう、日本でいうね、ホットケーキみたいな、そんな感じのお菓子なんですけど、中にピーナッツとか、コンデンスミルクとか、いろいろもういっぱい入っている甘いお菓子です。はい、ということでこちらが100リンギット分の買い物になります。豆乳だけね、1個さっき飲んじゃったんですけど、あとはね、全部集めてきました。100リンギット意外といっぱいあるかなと思ったけど、結構すぐ終わっちゃいましたね。はい、こんな感じです。食べましょう。はい、どうぞ召し上がれ。何が食べたい？あ、コッピアンだ。わー、のシューマイ、すごい真っピンクだね。どう？色だけだろ。色だけ。
食べてんの？タイ。タイの豚肉。美味しい。これがミルクティー。いただきます。匂いするんだよね、普通近くにいるとね。でも全然何の匂いもしないね。シュー豆腐です。いただきます。酸味があるね、酸っぱい。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はですね、 SS2 のパサマランで100リンギットを使ってみたという YouTuber らしい企画でした。本当にね、意外と100リンギット使い切るの大変かなと思ったんですけど、あっという間に使い切ることができました。いろいろね、美味しいものも買えて大満足です。はい、ということで今日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。